前回の続きでございます。新しく駅を前回は作ったんですけどね。その後悔じゃないな。難しいね。こうすれば一応平面交差はなくなるね。あれでもなんか来ないかも、こっちから。この列車はね、消えちゃうかもしれない。ここでみたい。ここにスタジアムを置けるかな。住宅街だからね、あんまやったくないね。
今度はこっち方向に棒線を伸ばしたいね。ここに1個の伸びてて、こっちに1本伸びてる。この中間あたり伸びていく列車。まあ、ここら辺にちょっとスタジアムを作ろうかな。この辺こっちとねちょっと近いんちゃ近いんだけどね。駅はこっち側だね。こっちにスタジアムだね。どこから分岐させるか、こっちの線路があるからね。まあ、ここからだ。ここからになるな。こっからね、3つの方向に行くようになるんだ。途中駅を作るか、ここに途中駅を作るかな。こっちが住宅街だからちょっとこっちを揺らす。小さい駅だな。大きい駅にしよう。大きい駅のね、プラットフォームがね、通過線があるやつがいいかな。将来的に活用されるかはちょっとわからないんだけどね。スタジアム駅もいいね。これは鉄道の駅かな。鉄道の駅じゃないんじゃないか。線路が違うよね。多分ダメだと思います。線路だって。ダメですか。
地下に線路があるんだよね。そこに出てくるわけか。つなぎにくいね。今回はここまで。